おはようございます。短くですが証しをさせていただきます。お祈りいたします。天のお父様、証しの時を感謝いたします。御心の証しができますように導いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。私熊本の一応一軒家に住んでいるんですが、草がなかなか強敵な草がいまして、妻と共にたまにはやろうやということで頑張って、ちょっと暑い中だったんですが、お祈りをして始めました。順調に進んでたんですが、やっぱり年のせいもあるとは思いますが、ちょっと腰に違和感、おかしいなと感じまして、これは妻と共に祈りが足りなかったんじゃないのかと、常に祈りが足りないこのものですが、その時も改めて知らされたというかですね、神様に、はい、ひどくも歩けないほどじゃなかったんですが、先週イザヤ牧師に癒しのお祈りをしていただいて、不思議な、本当にもうその時痛みが完全ではありませんが、すっとなくなって、で翌日にはもうほぼ前の状態に戻っていました。やっぱり本当に神様のなされることは素晴らしいと本当に思いました。また本当に祈りが足りてないんだなというのも心から本当に悔い改めました。感謝します。短いですが終わります。イエス様に栄光をお返しいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美をさせていただきます。三つ寄りの糸です。誠の光を賛美いたします。暖かい日差しが部屋の中に差し込むように、あなたの心にも光が照らされている。だから立ち上がろう、そして歩き出そう。あなたの前には希望の光、あなたのすべて照らす光が、決して消えない、離れない、いつまでも。あなたが忘れてたぬくもりも、あなたが求めてた安らぎも、まことの光があなたに与え続ける。日時計の影が確かな時を示すように、まことの光が
幸せの時を告げる。だから立ち上がろう、そして歩き出そう。あなたの前には希望の光、あなたのすべて照らす光が、決して消えない、離れない、いつまでもあなたが忘れてたぬくもりも、あなたが求めてた安らぎも、真の光があなたに与え続ける。あなたが忘れてたぬくもりも、あなたが求めてた安らぎも、真の光があなたに与え続ける、与え続ける。